こんにちは、川辺真由美です。さっきですね、さっきというかこの1個前に撮ったもので、百田尚樹さんの話が出たので、ちょっと百田尚樹さん について語ります。私があの百田尚樹さんを知ったのは海賊と呼ばれた男を読んだ時なんです。あれはかなり分厚くて、しかも2冊ですから、ものすごくあの本屋大賞を確か取ったんだと思いますがあってですね、でもう高齢になると、なかなか長編を読むっていうのがちょっとしんどいんですが、まあでも5、6年前ですかね、もっと前かな、でも読んだ中で、まあそれを読んでですね、読んだらもう2ページに1回ぐらい泣くんですよ、感動して。もうそれでもう集中して読んで、もう本当に素晴らしくて素晴らしくて、もうその時から大ファンになりました。で、百田尚樹さんはそういうこう素晴らしい本がいっぱいあるんですが、私はあんまり、こんなにファンなのにあんまりたくさんは読んでないんです。例えば永遠のゼロとかですね、ありますね。でも多分読んだら感動してこう涙がポロポロ出てしまうかなと思って、で最近出した本で、あ、そう、最近の百田さんの本で、この夏の騎士という、これは読みました。まあ爽やかな清々しいものですが、あの私はどちらかというと本は、ドキュメントが好きなんですね。実際にあったことでも、私はもう本当に感性が貧相なのか、本当にあったことしか感動できないんですよ。で、まあ子供の頃からいっぱい本を読んでいて、子供の頃はそれなりに、作られたお話でも感動してたんですが、もう大人になってたらというか、もうばあさんになったら本当の話にしか心を打たれなくなってですね、まあそのドキュメントをが今ものすごく好きになってます。ですからこのお話、すごい清々しくて爽やかで素晴らしいお話ではありますが、私的にはやっぱり圧倒的に海賊と呼ばれた男ですね。あとはそれ以外には、あ、そう、日本国旗、戦争と平和、これ面白そうなんで買ったんですけど、なんかもったいないんでまだ読んでないんですよ。ずいぶん前に買ったんですけど、で日本国旗の副読本、これもまだ読んでない、読んでないけど買うものが多くて、戦争と平和、これは、あ、これもまだ読んでないですね。あとまだ百田さんの本買ってるのはありますけど、読んでないです。はい。でですね、日本国旗、これは実は私が買ったのではなく、私が買って、そしたら私の親友のご主人が百田尚樹さんのファンで、虎ノ門ニュースに直接、現地に見に行くぐらいファンの人がいて、その人が私が百田さん好きだって言ったら2冊買ってですね、百田尚樹さんのサインをいただいたものを送ってくださいました。ですので、これ私が買ったもの、私が買ったのは別にあるんですが、これですね。で、まあもうこの内容に関して私がとやかく言うことではありませんが、本当に勉強になります。いや、私もね、おかしいと思ってたんですよ。だいたい小学校、中学校、高校と歴史を習いますよね。で、私は劣等生なんですけど、社会とか歴史は結構好きな方だったんで、まあ普通に真面目にっていうか、まあ一応学校に行って、授業を受けてて、楽しくでもないけど、まあ、勉強してましたね。そしたらその時にいつも3学期ぐらいになると、江戸時代が終わって明治時代になる
代からなんか歴史がむにゃ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 して、で私は最初の頃はああもうゆっくり授業をかけてきたから最後の方まで最後まで本の最後まで行かないんですね、教科書の。なんで行かないかなと思ったら毎回毎回歴史の場合はそうですよね。ですから私たちはあまり、であとあの明治時代とかの始まりとかはもうテレビとかでですね、新選組であるとか坂本龍馬であるとかそういうようなもの、あるいは、そういうものをこう見てなんとなく学校で習うわけではないけれどもバラバラな知識が入ってくるんですが、きれいに明治大正昭和の流れというのが分からなくて、でなんで、で日本がこう戦争になったんだろうとか、あるいは、なんで日本が あんなことしたのかなとか、いろいろこう分からないこともあったんですが、ここにはバッチリそれを書いていただいて、日本人として日本の歴史を学ぶことができてよかったです。はい、でそれであとなんかいっぱいあるんですけど全然読んでこんなファンいますかね、まだ他にも買ってますけど、で多分見たらそればっかりしてしまってもう何にもできなくなるんですよ。だからちょっと時間がたっぷり取れる時にと思ってるんですが、もう時間がたっぷり取れる時もないのかなとか思いながらも、勉強させてもらってます。はい、ということで百田直樹さんねツイッター見てますけど面白いですよね。はい、ということでどうもありがとうございました。